サザナミは大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、吹雪型の19番艦。徳型駆逐艦。吹雪型の後期型。徳、通型の9番艦。この名を持つ帝国海軍の艦船としては、雷型駆逐艦、サザナミに続いて2隻目。戦後、海上自衛隊の高波型護衛艦、サザナミが襲撃した駆逐艦。 サザナミは、マイズル工作部で建造された。1930年2月21日に寄港。同日、マイズル工作部では、姉妹艦、響きの建造も始まっている。1931年6月4日もしくは6月6日に、浸水。1932年5月19日に収益。一等駆逐艦に類別され、第二艦隊。 第七駆逐隊に編入された。なお、さざナミと、銅造船所、同日帰港の、響きの瞬行は、さざナミから約一年遅れ、1933年3月31日であった。日中戦争に際して、サザナミは1937年以降、上海、甲州湾上陸作戦、仏印の作戦に参加した。1940年4月15日、 サザナミの復帰により、第7駆逐隊は4隻となり、引き続き、第6駆逐隊と共に、第2艦隊、第4水雷戦隊に所属する。同年10月11日、第7駆逐隊のうち、サザナミの未期限2600年特別艦艦式に参加した。11月15日、第6駆逐隊と第7駆逐隊は、第1水雷戦隊に編入される。 1941年7月18日、第7駆逐隊は、第1航空艦隊、第1航空船隊に編入される。8月、それまで7かける指令だった、渋谷史郎大佐は、第16駆逐隊指令へ転出。第7駆逐隊には、小西金目大佐が着任した。9月1日、さざ波、おぼろは、第7駆逐隊から除籍 第5航空戦隊に編入されるものの、サザナミは9月25日に第7駆逐隊に復帰。第7駆逐隊は、塩・アケボの、サザナミの3隻で、太平洋戦争に突入した。太平洋戦争における、サザナミは、海戦壁頭、真珠湾攻撃にこうして、駆逐艦、塩と共に、ミッドウェイ島への砲撃を観行した。 11月27日に、立山湾を出撃して闘神、南雲機動部隊が、真珠湾を攻撃してから十数時間後の12月8日午後6時40分、艦砲射撃を開始する。20分ほど砲撃を行って退避したが、この時、空母歴新島には同等まで、あと1日の距離であった。また米潜水艦アルゴノートと遭遇したが、潮、サザナミは気づかなかった。 12月22日、クレに到着した。1942年1月、アンボン上陸作戦において、第27駆逐隊とともに、空母、飛竜、操竜の護衛を行った。続いて、日本軍は、ジャワ島攻略を目指すが、兵力不足に悩まされる。そこで、近藤の武南方部隊司令官は、兵力部署の変更を行い、 第7駆逐隊は1月28日府で母艦航空部隊から乱ン部隊に編入された。第6駆逐隊、第7駆逐隊、第21駆逐隊の増援を受け入れた高橋防乱ン部隊指揮官は第7駆逐隊を東方攻略部隊に編入した。2月5日から8日、サザナミは総海艇部隊を指揮してアンボンの総海を実施、これにより、 輸送船団はやっと入港することができた。2月24日、高橋イ院部隊指揮官は、ティモール島攻略作戦十字中の第2護衛隊の、ジャワ海進出を命じた。第5船隊や、第4水雷船隊等と合流、輸送船団を護衛しつつ、ジャワ島へ向かう。2月27日夕刻以降、5船隊司令官、高木武雄少将率いる、従順に、 軽順に、駆逐艦14は、スラバヤ沖海戦に突入する。本海戦で、塩サザナミ、山風、幸風は、第二水雷戦隊に、臨時編入され、第一次昼戦、第二次昼戦に参加した。2月28日、田中司令官は、燃料不足になった、塩サザナミを、ボルネオ島、バンジャルマシンに向かわせた。3月2日、 前日に沈没した、イギリスの従順エクセターの生存者を捜索していた、サザナミ、塩は、米潜水艦パーチを発見し、パーチに対し魚雷攻撃を行った。3月末、修理のために、横須賀海軍交渉へ帰島した。4月18日、ウィリアム F ・ハルゼー中将率いるアメリカ軍の、機動部隊が、日本本土東方海面に接近した。 ジミドーリットル仲裁下 B-25 ミッチェル、爆撃機16機による、日本本土空襲を完光した。第二艦隊司令長官、近藤信武中将は、米軍機動部隊追撃を加齢する。まず、横須賀在白中の従順、アタゴ機関、高オ第十駆逐隊、第七駆逐隊、第八駆逐隊、第四駆逐隊を率いて、横須賀を出撃。同時に、 三河湾に停泊中の従順、麻屋、桂島白地の従順、妙高、羽黒、呉の慶順、神通に、前進部隊への合流を指示し、東京湾で訓練中の空母、サチオトリに対しても、前進部隊編入を加齢。サチオトリは、近藤中将の指揮下に入り、護衛に、塩、明けの、さざ波が指定される。だが、 幸チオトリと第七駆逐隊は合流できないまま4月20日有国の作戦中止通達を迎え、各隊、各艦は母校への帰路に着いた。近藤長官は、第七駆逐隊の代わりに、嵐の訳を、幸チオトリのために派遣している。4月末、駆逐艦、さざ波は、空母、幸チ鳥オトリを護衛して、トラック諸島へ向かい、 ポートモレスビー攻略作戦に従事した。5月7から8日の35海海戦では、後藤存次少将第6戦隊司令官が指揮する MO 攻略部隊主体として参戦した。5月7日、サチオートリがアメリカ軍機動部隊艦再起の攻撃で9時35分に撃沈された。護衛部隊は後藤司令官の判断により、 第二次空襲を避けるため、一旦、サチオートリーの沈没現場を離れた。十二時以降、サザナミは反転して、サチオートリーの沈没現場に向かった。十五時三十分頃到着した、サザナミは、最終的に203名を救助して、戦場を離脱した。十八時五十五分、第六水雷戦隊機関の慶順、夕張は、第三十駆逐隊と共に、 小大鳥生存者を発見、駆逐艦、弥生は、小大鳥上院2名を救助した。さらに母艦を見失った、サザナミ内科艇を発見し、サザナミに帰還させた。その後、駆逐艦、サザナミ、夕暮れ、黒潮、親潮、早潮は5月8日の空襲で損傷した、空母、昇格を護衛して内地へ向かうことになった。サザナミは、 途中で、昇格と分離、サイパンを経由して、横須賀へ帰投した。5月20日府で第7区逐隊は、第4航空戦隊、第1水雷戦隊、第4戦隊、第2小隊、マヤ、高尾と共に、北方部隊に編入された。第7区逐隊3隻は、第2機動部隊に所属し、4航船、従順洋艦2隻、補給船、帝王丸と行動を共にした。 6月のミッドウェイ作戦では、アラスカダッチハーバーのアメリカ海軍基地を攻撃する、北方部隊の一員として参戦、その後、横須賀へ帰島した。7月29日、サザナミと、シオは、航空機輸送の特設航空母艦、ヤワタルを護衛して、横須賀発。サイパンを経由して8月9日にウルシーへ到着し、8月13日に、クレに入港。 8月から9月にかけては、ソロモン諸島でのネズミ輸送に従事した。8月17日、ヤマト型戦艦、ヤマト、特設空母、カスガマル、第7駆逐隊は、カツラ島白地を出撃し、トラック白地に到着へ向かった。8月23日、駆逐艦、浦波、輸送船、極東丸と合同し、燃料補給を受ける。塩、サザナミ、 アケボノの三隻はたびたび、ヤマトから、養生燃料補給を受けており、宇垣三参謀長は、陣中日誌に、4日ごとに腹を減らす、赤坊にも困りものなり、と述べている。8月27日、航空機輸送のため、カスガマル、アケボノは、艦隊から分離、ラバウルへ向かった。これにより、対戦、対空警戒が困難となり、ヤマト、潮、 サザナミはトラック白地へ帰投する。8月28日、トラック白地を目前にして、ヤマトは、米潜水艦、フライングフィッシュから来撃された。死サザナミとヤマト搭載の零式水上偵察機は、爆雷攻撃を実施、敵戦より、再度の襲撃を受けることはなかった。9月上旬、第7駆逐隊はラバウル及びショートランド白地へ、進出。 12日府で、外南洋部隊に編入。ガダルカナル島への駆逐艦輸送作戦に従事する。9月12日、塩・サザナミは、ガトウ輸送を実施した。並行指摘集大指揮官による、川内、四季南、吹雪、両風による、ルンガ白地相当が実施されるが敵艦は存在せず、対地砲撃を実施したにとどまった。9月14日夜、サザナミ、 潮、吹雪、両風は、ガトールンが白地に突入したが、目標としていた、米艦艇の姿はなく、揚陸を実施して引き上げた。9月17日、特設水上機母艦、山陽丸の冷式観測機に、援護されて、雨切り、サザナミは、ガトウ揚陸作戦を、実施、霊艦2機は急降下爆撃機、SBD ドーントレス3機を撃退した。 9月19日夜、増援部隊指揮官は、サザナミ、潮、式ナミ、夕立に対し、水上気母艦・日清から、弾薬領食の一部を、イノシ、ガトウへ揚陸するよう命じた。20日夕刻、米軍機の空襲で、式ナミが資金団により若干の損傷を受けたが、揚陸は成功。21日、ショートランド白地へ戻った。9月中旬。 山本連合艦隊司令長官は、ネズミウソに従事していた、駆逐艦及び、部隊の交代を加齢。9月23日以降、第4駆逐隊、影ウ、第7駆逐隊、第17駆逐隊、第24駆逐隊は、外波用部隊から除かれ、それぞれの現隊に復帰した。9月28日、トラック白地に到着寸前の空母、大高特駆逐艦、塩。 アケボノが、米潜水艦に襲撃され、完備にひかみなりした、大鷹は、付近を航行中の、サザナミに、水路共同を依頼している。10月4日、サザナミと、カゲロウ型駆逐艦、時津風は損傷した、大鷹を護衛して、日本へ戻った。11月には、修理が完了して、ラバウルへ戻る、大鷹を護衛した。以後、輸送任務や、 特設航空母艦の護衛任務に従事した。1943年3月上旬、日本陸軍の3式戦闘機、飛燕部隊のラバウル進出が決定する。従順、鳥海、駆逐艦、さざ波、響き、黒潮、親潮は3式戦闘機を積載した、空母、沖高、大高を護衛して4月4日横須賀を出発、10日にトラックへ到着した。 6月16日、第7駆逐隊は、第3戦隊、第7戦隊、空母、流鵬、大高、沖高、慶淳、伊津、駆逐艦、しぐれ、有明、夕暮れ、摂風、浜風、谷風、両風、新波、新月と横須賀を出港、トラック白地へ進出した。6月24日、さざ波と、うずき型駆逐艦、うずきは、 人工丸に栄光される秋月型駆逐艦、秋月を護衛して、サイパンを出発、7月5日に、長崎へ到着した。7月19日、サザナミと、ユーグモ型駆逐艦、大波は、特設級、平戦2隻を護衛して、内地を出発、28日に、トラックへ到着した。同年8月15日、アメリカ軍は、ベララベラ島へ上陸。 ニュージョージア島の戦いは、新たな局面を迎えた。日本軍は同島へ緊急輸送を決定。第3水雷戦隊司令官、伊集院松次大佐は吹雪型駆逐艦、サザナミオ機関都市、野戦隊で編成された、駆逐艦4隻、及び駆艇艦、関西水雷艇、大発動艇からなる輸送隊を率いて出撃した。 これを迎撃しようとしたアメリカ軍駆逐艦4隻との間で夜間水上戦闘が正規。巡洋艦、または大型駆逐艦1隻の撃沈を報告したが、実際の戦果はなかった。他に苦戦艇4隻を撃沈されたが、輸送作戦は成功した。8月22日より、しぐれ、浜風、磯風、さざ波は、 第7連合特別陸戦隊で方撤退及び部員転身作戦、E 作戦に従事するが、アメリカ軍機の妨害や敵艦隊の動向不明により、ラバウルへ撤退した。8月25日からの第二次作戦では、移住院司令官は、軽巡、川内に座城。川内、さざ波、昌風を、県制洋道部隊とし、しぐれ、浜風、磯風で、 輸送作戦を再開、レカタ到着後陸戦隊の収容に成功する。キロ、アメリカ軍陸上爆撃機の断続的な空襲を受け、浜風が勝破したものの、各艦はラバウルに帰着した。28日、川内、サザナミは7連続転身隊をブーゲンビル島部員に輸送した。その後、サザナミはトラック白地へ戻った。9月3日、サザナミは、 マーシャル諸島へ向かう第14戦隊輸送船2隻と共にトラック白地を出発途中まで同船団を護衛した9月10日空母順用運と特逐艦明けぼのさざ波谷風は内地に帰島続いて明けぼのさざ波は横須賀へ開港された9月24日島風型駆逐艦の島風に護衛されていた空母 大高、沖高が、米戦の襲撃を受け、ひかみなりした、大高は、航行不能となった。さざ波と、白津つゆ白露は、途中から艦隊に合流、沖高に栄光される、大高を護衛して、横須賀に戻った。その後、航空機輸送任務に従事する空母を護衛して、内地とトラック白地を往復した。11月30日、 随宝の艦長を指揮官とする空母、随宝、運用、沖鷹、従順洋艦、マヤ、第7駆逐隊、第17駆逐隊、裏風の艦隊はトラックを出発して内地へ向かった。12月3日、空母、沖鷹が、米潜水艦、セールフィッシュの来撃で、航行不能となり、14日朝に沈没した。裏風は、副長以下約130名、サザナミも、 運用長以下約30名を救助したが、沖隆則組員便乗者含め、約1250名が戦死した。12月5日、横須賀に入港する。12月21日、連合艦隊司令長官は、宇木、立風のトラック開港と、明けぼの、さざ波の南東方面部隊編入を加齢した。さざ波、明けぼのは24日に、ラバウルへ進出。 第三水雷戦隊司令官、中川博少将の指揮下に入ると、26日、30日に、ニューブリテント中部のガブブへ輸送を実施した。1944年1月1日、サザナミは撃墜した、B、B-24 リベレーター爆撃機の乗員3名を、捕虜とした。この頃、ラバウル周辺の制空権、制海権は、完全に、 アメリカ軍のものとなり、ラバウルを中心とする、海上交通網は遮断され、ラバウルも連日空襲を受ける状態になった。1月8日、福留茂連合艦隊参謀長は、サザナミ、アケボノの北方部隊復帰を内示する。1月12日、パラオからトラックへ向かう輸送船団の護衛に参加するため、サザナミ、アケボノは、ラバウルを出港する。 二隻は1月14日正午に、輸送船、国マ丸との合同を予定。さらに、第二水雷戦隊の遊具モ型、ハヤパ、島風型、島風と合同し、輸送船、日本弾、県王丸、国マ丸を護衛することになっていた。だが、船団は、スキャンプ、ガードフィッシュ、アルバコアの三隻の米潜水艦で構成された、ウルフパックに襲撃された。 1>, 1月14日、サザナミは、ヤップ島の南東300海里北伊零三度30分、統計141度34分、北伊3.500度統計141.567度、3.500141.567において、アルバゴアの来撃で合陳した。当時の、サザナミと、アケボノは、間隔5000メートルの単純陣、速力16ノットで航行中で、 正午ごろ、サザナミに、魚雷三本が命中、弾薬庫の誘爆により前後に分断、ひ鳴なりから二分で沈没した。天津風の艦長に転任予定だった前艦長官、秋継ぐ少佐を含む154人が死亡し、89人の生存者は、サザナミに、同行していた、姉妹艦明けのに救助された。また160名が死亡し、 生存者は80名とする文献もある。サザナミ沈没後、連合艦隊司令部は、島風、明けぼのに対し、竹広丸戦団を護えしてのトラック開港を、加齢した。だが、日本岸がスキャンプ、竹広丸が、ガードフィッシュの来撃で、それぞれ撃沈された。島風、早場が、爆雷攻撃を行う一方、無事だった、国王丸は、 アケボノ及びトラックから駆けつけた第27駆逐隊、春雨に護衛されて退避。その後、島風は、パラオへ向かい、アケボノ、春雨、早パ、国大丸はトラック白地に到着した。1月15日、連合艦隊は、第4駆逐隊を南東方面部隊に編入し、1月18日府で、第7駆逐隊の北方部隊復帰を正式に、加練した。 同年3月10日、駆逐艦、サザナミは初雪型駆逐艦、第7駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。客中なき限り、艦長たちの軍艦誌286から287ページによる。ありがとうございます。